さんこんにちは、ピースメーカーの斉藤和之です。今から We Love Toa Dance のダンスレクチャーをしていきます。みんなで楽しみながら踊っていきましょう。ではよろしくお願いします。まずはじめにイントロの部分を練習していきます。最初は足を軽く開いていただいて、左手を立て、右手を横に、そして胸の前で十の字を作っていきます。最初は下を向いたところからスタートし、徐々に顔を前に上げていきます。その後はステップを踏みながら手拍子をしていきます。そして手拍子が少し速くなります。最後はスキップを4つ、ここがイントロになります。もう一度いきます。構えの姿勢から顔を前に向け、そしてステップを踏みながら手拍子、手拍子が速くなります。最後はスキップで弾みをつけていきましょう。ここまでがイントロになります。続いてダンスパートに入っていきます。最初に右手と右足を同時に持ち上げて、腕は後ろの方まで回していきます。キックをしながら腕を回していきましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、もう一度いきます。ワン、ツー、スリー、フォー。そしたらファイブ、シックスで両手両足を広げてください。5、6で広げます。では1からいきます。1、2、3、4、5、6、もう一度いきます。1、2、3、4、5、6。次はつま先とかかとを使って体を横に向けていきます。この時は体の向きを変えて、前の足がかかと、後ろの足がつま先、そして腕は走るようなポーズ。一旦下に沈んで反対の方向を向いていきます。この向きは少し早いので、ここは素早く頑張ってください。右から左です。7、8、7、8。では1からいきます。1、2、3、4、5、6、7、8。もう一度いきます。1、2、3、4、5、6、7、8。次は足をクロスしながら横に移動していきます。足は1歩目が前、2歩目が後ろ、3歩目で両手を万歳、4歩目は手を下に下ろしていきましょう。逆も同じです。クロス、アップ、ダウン、カウントに合わせます。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、
初からやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。もう一度いきます。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。そしたら、今度はリズムを少し変えていきます。ワン、ツー、スリー、フォー。足は1歩目、斜め前に出して、その次は、トンと、素早いリズムです。うん、たた。うん、たた。うん、たた。このリズムでやってみましょう。カウントに合わせると、ワン、two, three, four. もう一度いきます。one, two, three, four. 今度は足を広げて、肘を曲げて構えます。右の肩を2回上げていきます。five, six, seven, eight. five, six, seven, eight.では、さっきの足の動きから組み合わせやってみましょう。うん、たた、うん、たた、肘、肘、肩、肩。では、カウントでいきます。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。もう一度いきます。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、6, 7, 8. さあ、では最初からやってみましょう。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.もう一度いきます。One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. さあ、あと少しです。今度は足を後ろに沈みながら引き下げていきます。One, two, three, four. 下に沈み込んだときに反対の足が前に浮き上がるようなイメージです。それと同時に後ろの肩を引き下げていきます。2回落としたら反対の肩を引き下げていきます。最後は手を広げて、ウェルカム。自分の方に手を招き寄せてください。最後は5、6、7、8です。では、後ろに引き下がるところからやってみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。もう一度。One, two, three, four, five, six, seven, eight. では、始めからいきます。One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six,Seven, eight, one, two, three, four, five, six, seven, eight. もう一度いきます。One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four,
5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。ここまでが前半のパートになります。続いて後半のパート行ってみたいと思います。後半は手足を横に出すところからスタートしていきます。足を出した時に腕を大きく横から振っていきましょう。反対も同じです。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、3、4。そしたら手を大きく回してここで重ねます。右の肘を2回上に上げてください。5、6、7、8。5、6、7、8。では足を出すところからいってみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。 1、2、3、4、5、6、7、8。 続いて足を前に一歩後ろに引き下げたら3歩足を入れ替えてください。かかと、つま先、タタタ。ここは素早くリズムを変えていきます。腕は胸の前でぐるぐる回しながら今の足の動きをやってみます。1、2、3、4、5、6、7、8。 1、2、3、4、5、6、7、えい。では腕を横に振るところからいってみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。 1、2、3、4、5、6、7、8。 1、2、3、4、5、6、7、8。 1、2、3 and 4 5 6 7 8。 続いて足は前後のステップ、そこに後ろの手は腰、前の手で回す、そして後ろに回す。1、2、3、4。 1、2、3、4。指は軽くスナップを入れてください。次は足を横に広げながらステップを踏んでいきます。できる方は膝を閉じたり開いたりしながらやってみてください。1、2、3、4。この時に腕は L 字にしてぐる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 回していきます。これは乗馬ダンス、これを動きの中に入れていきます。十和田は馬の町なので、その乗馬ダンスをここで入れていきます。この膝の動きは少し難しいので頑張って練習をしてください。5、6、7、8です。では前からいきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、
6、7、8。では横からいきます。1、2、3、4、5、6、7、8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 。さあ、あと少しです。下に手を広げていきます。右足を前にしてクロス、両手は上に伸ばします。そのまま左方向にぐるーっと回り、下からジャンプ。ここは元気よくジャンプをしてください。1、2、3、4、5、6、7、8。ここでジャンプをしてください。1、2、3、4、5、6、7、8。では横からいきます。1、2、3、4、5、6、7、8。では一番初めのキックのところからおさらいしてみましょう。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8。もう一度いきます。続いて、サビのところ行ってみたいと思います。まずはじめに指覚えてください。
人差し指と小指を立てて We Love の W の字を作っていきます。この時に小指と小指をくっつけるようにして構えてください。次は Love の L、 右手を前に出して左手は胸の方に引き寄せてください。 We Love、 We Love。 そしてオープニングでもやった十和田の十の字を作っていきます。 We Love と、 We Love と。次に十和田の輪、輪っかを作って最後にダンスで弾けます。最後は輪っかを作ってダンスで弾けます。 We Love と輪ダンス。 We Love とはダンス。この時のステップは最初にも出てきた横にステップを踏む、これだけです。 We Love とはダンス。We Love とはダンス。もう一パターン、今度は We 私たち、 Love ハートを作ります。十和田の T の字、そして大きな輪を作りダンスで大きく腕を下ろしていきましょう。 We Love と和ダンス。 We Love とはダンス。この時の足は「タカタカタタ」、このリズムを使って3バステップを踏んでいきます。ここでも十和田は馬の町なので、サンバとサンバをかけながらサンバステップを踏みながら先ほどの手の動きをやってみます。いきましょう。 We Love とはダンス。We Love とはダンス。では指のパートをおさらいしていきます。 We Love とはダンス。 We Love とはダンス。もう一度いきます。 We Love とはダンス。We Love とはダンス。ここがサビの部分になります。そしてこのサビの最後にスキップで弾みをつけて先ほど教えたキックと腕の動き、ここにつながっていきます。さあ、今ここまでやってきたところをもう音楽に今度合わせながら振っていきますので、イントロの部分、そして歌の部分、サビの部分をうまく組み合わせて曲仕上げていきます。